よ。あの鼻とかにつけるビクタスは週3になんですよね。週2か3か、はい、週末につけてるんですよ、ね。はい。お、来てるじゃん。まあ完全に良くはなってないけど、眉毛はいいですよね。はい。顔もね。はい、じゃあ今からちょっと治療していきますんでね。はい、薬はまだありますな、ないんだ。ないんで。今日の夜。はい、今日の夜明日。明日。また来ますんで。はい、了解しました。じゃあちょっとお時間ください。はい。あとあの目薬もあれですね、目味出なくなりました。あの、出ました？はい、あの軟膏のやつ。はい、まだあります？あります、大丈夫です。あれちょっとじゃあ2回、はい、あれがさせるなら2回で済むから、はい、つけてもらうと弱いものが粘膜というかね、そでも最近本当に目味が出なくなってるんだから、粘膜皮膚イコールというかそこら辺がね、本当に弱いんで。どう？ゆこちゃんいる？320g 多いね、この子。リオ。はい、おはようございます。リオ。リオちゃんね。リオちゃん。先に来てた。エリックの方。あ、今来たの、リオちゃん。はい、出ちゃいます。砂遊び。砂遊びか。掃除してる。両方。うんちの硬さもまあまあ、そうですね。あと最近あのコロッとじゃなくて少しスッとしてます。なんか面出てる時があるんで、それはね、柔らかいってこと。あ、だからなんでしょうね、本当に前だと丸くて硬くなったんですけど、あの少し柔らかめですよね。形はあるんですよ。はい、もちろんそれはあるんですよ。そ
それが本当のうんちですもんね。なんかコアラとかそうだったから。転がるようなうんちは、石のようなうんちはダメですもんね。だからもう普通のうんちになってきたかな、かな。そういう時も何回かあるなっていう。じゃあまだ帰れないの？時間かかる。